はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、白川です。今回ね、なんじゃこりゃっていう試合なんで、よかったら見ていっていただければありがたいです。リプレイですけどご了承ください。持ち物、メガネ、物知りメガネに、なんて言えばいいの、フード、レスキューフードで、学習装置となってます。で、これどないすればええんと、俺どっち行けばいいのと、いやでも上っていう風な感じですね。あの S 場の方がちょっと不安だったんで S 場に寄っていくことにしました。もうこの時もうだって中央の取り合いしてたから、これ大丈夫って思って、じゃあ俺どっち行けばいいんと。で、ちなみに中央パレスですまあでも意外とバカにできんのかもしれない。本当はイヤパレスが先に中央出してたのかな、ちょっと忘れたけど、はい、ってな感じで、まあ、やっていくんですけども、まあテンパりつつも、あ、これやべえなと、相手ガチメンツやしこっちやべえし、いろいろやばいとこはあるんじゃないですかね。でん S バーで中央取り合いで、学習装置なしの、ブラッキーだったかな。うん、学習装置いねえし、これちょっと大丈夫かなとちょっと不安だったんですけど、はい、まあとりあえずもう S 場をなんとか育てさせたい、そんな気持ちです。で、今下向かってるんですけど、ゾラークが下行くかなと思ったっていうのと、中央の確認ですね、中央取られてないかの確認なんで、それで向かってたんです。まあでも意外とどっこいどっこいっていうか、意外となんかいい勝負してるね相手結構ガチなサポートタンク両方いるし、まあこっちもおるけど、まあ相手結構やべえなと。まあただ序盤さえ覆されなければこっちのもんなんですよ。相手スピードタイプ、ゾロアクとか特にそうだと感じてて、レベル差があるときついんですよね。で、ここ視界取りつつで、回復させて逃がしてあげたいと。よ、はい、 OK で、 S バーこれは助けられないです、無理です、さすがに。ただ KO を取ってくれたのがめちゃくちゃでかいですね。痛いよで、 CC かけながら、あんまり爆弾投げたくないですけどね。痛いで、回復させてあげたんですけど、これミスって S バー回復させました。で、イワパレスの持ち物が、見てもらったと思うんですけど、エネコなんで、まあ、パチパレスですね。もうこれはもう下はお願いして上に残ることにしましたパチンコ頑張ってくれと。で、どうしようかなと、まあ前張りながらで、これごめんなさい、 CC かけるべきじゃなかったね、これ S バー回復させるべきだったな、これ本当にミスった。 CC かけて止めようかなと思ったんですけど、さすがにこれは無理だったです、はい、すいません、これは申し訳ない。でもまあここからね、結構いい流れが来ると思います。で、僕も遅れて出勤なんで、ちょっと他置いといて、 S バーがね本当うまかったんですよ、これめちゃくちゃそう感じた。で、エネコを持ってるんで、こっちはまあヤパレスにお願いして、僕はまあ回復ですね。引かれて、で、まあユナイトも溜まったんで打ちます。これミスった、近寄りすぎた、これはミスった。ただ味方が回収してくれましたねなんちゅう試合やこれ、もう最初どっち行ったらいいか分からんし、中央取り合いするからね、なかなか
まあでもそういった感じでもこんな感じでね、最初すごいピン刺し同士が起きてて、あ、やべえなと思ったんですけど、意外と一致団結し始めて途中から、あ、これはいい流れじゃないかと。で僕はとりあえずまあ下の視界取りをしつつ、ドリオが見えたの分かってたんで、まあドリオの視界だけ取って、であとはパチンコですね。これ僕前出ればよかったかな。多分僕まで一緒に殴る必要はなかったですね。でブラッキーが危なかったんですよ。だから僕は前に出るべきでしたね。これブラッキー回復させたかったんですけど、遠い遠い、すいません、ブラッキーの人回復させたかったんですよ。ただめちゃくちゃいい流れで、ここではね、もうこいつ勝てんすよ。だからこっそりゴール入れます。はい、で飛んでくるので引きながらヨアパレスをちょっと回復で、エスバ回復、ここからですね、エスバ回復でユナイト技打って弾いて、CC かけて止めて、ゾラークにくっつくのを阻害する。でエスバ回復、エスバ回復じゃない、卵爆弾で CC でエスバ回復。これ下入るかなと思ったんですけど、はい、撤退です。意外といい勝負してるんですよね、意外と。はい、でこっからまあまあ上は入るんだろうと思ってたんですけど、上は結構厳しいかなと思ってたんですよ。でちょっと中央買ってほしいなと、中央チルタリス湧いてるし、まあうまいから買ってほしいなと思ったんですけど、なんか押してるんですよね。入ってるんですよね。嘘って思いながら、で急いで向かいます。僕は急いで向かって回復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 で、リゴールが見えたんでエスバにくっついていきます。まあ、僕がやられる分には正直、まあでもレベルある程度高いからやられたらあかんか。まあエスバがやられるよりは僕がやられた方がいいね、正直。でこっから、パチンコタイムです。はい、これもね多分前出ればよかったっすね。で一応卵爆弾CC を念のために。でこれエスバやべえと思ってエスバ回復させます、急いで。重なるとねターゲットが絞りにくいっていうのがあるんで、でここブラッキーが前出てくれてるんで、僕はブラッキーが耐えるのを回復させます。まあパチンコするのは目に見えてるんで回復で、ラストヒットを狙おうと思ったんですよ。パチンコで早いからラストヒットは強力なんで、ただ疲れました。お前そっち左に行くんかいと思って、で急げ急げ、エッサホイッサエッサホイッサ、はい、読みが外れた。で回復させじゃなくて、CC 入れてヤパレスを逃がします。まあここは僕やられるんでなるべく耐えたかったんですけど、でこれはちょっとエスバ引いてほしかったですね。十中八九無理なんで、あんな固まってたら、うん、いくらレベル15といえどやっぱりゾロワーク相手は結構きついんで、でまあ下はブラッキーとなんかが行く、忘れたこいつ。まあブラッキーが頑張ってね耐えてくれてるんで、でかいっすね本当に。ブラッキーの人もうまかったな、レベル14ブラッキー、そりゃ硬いわ。で駆けつけてゾロワークが上抜けなのかなと思って、これちょっと分かんなかったんで、うん、どうしようかなと。まあ一応でもこれゾロワーク上抜けるんかなってすごい悩みに悩んで、僕は上行って下行って、うわ上おるやんと思って、まあリコールしようと思って、ジャンプ台から飛んだ方が早いかもと思って、これ
ほんま終始さ、俺あたふたしすぎたんだよね。え、どうすればいいねこれって思って、でこっから気合のはたくからの卵爆弾2連続 KO なんじゃこれ、はい、なんなんすかねこの試合。この試合は俺はもういまいちどうすればいいかわからんかった、珍しく。はい、まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。まあ、今回ちょっと珍試合といいますか、まあ、そんな感じだったですね。僕も終始どうすればいいんやろうと思いながら、みんながどういくか分かんなかったんで、ちょっと悩みになりますね。はい、まあ、てな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。